シャープ。ラジオ体操始まるよ。ラジオ体操はどうしよう。そこでやればいい。下こっか、ここでしょうか。ちょっとできりゃ。
ぼーっと。始まった。ガスを止めるといかないことね、運動するの、うん、歌わないでよ、うん、大丈夫終わった終わったあれ、いたらそこ止めた、ドア開けたの全部。外でやったらどうする？
前後に曲げる運動から。はい。ここで広島から気象に関する情報をお伝えします。先ほど新たに洪水警報が鳥取県の三朝町に発表されました。繰り返しお伝えします。先ほど新たに洪水警報が鳥取県の三朝町に発表されました。何をするの？大きいするの？いや、もう、そうなのね。そこ違う。うん、でいいのかな？よいしょ。ちょっと豆腐出してよ、息。
にこっちを置くか。
お薬飲んでみて。うん、分かった。